P ちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士 P ちゃんとして星占いもしているんです。毎週この番組をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたの今週の運勢はいかがでしょうか。2022年8月8日から2022年8月14日までの1週間の占いです。この番組は毎週星2つ星1つのちょっとだけ運気が残念な方々にあれやこれをおすすめする変な占い番組です。先週はシャープペンシル特集でしたが、今週は好評につき1週前に戻って私のデスクの上の本特集その2でございます。またすか。星の数の多い星座の人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。お羊座の方、お牛座の方は星3つで安泰。星2つの双子座の方には75年発刊の山下洋介の風雲ジャズ帳をおすすめ。蟹座の方は星3つで平穏無事。獅子座の方は星5つ絶好調です。ラッキーナンバーは7です。乙女座の方は後でね。天秤座、サソリ座、伊手座、ヤギ座の皆さんは星3つで平穏無事。星2つの水亀座の方には99年発刊ゲルハルト・ヘルム著、関クスオ役で古代ヨーロッパ先住民族ケルト人をおすすめします。魚座の方は星5つ絶好調。ラッキーナンバーは1です。良きことが長く続きますように。ほんのちょっと残念な乙女座の方には CQ 出版社のトランジスタ技術をおすすめします。最新号を買おう。開運ラッキーアイテムはワイヤーストリッパーです。ワイヤーストリッパーを握りしめるだけでラッキーが来る？お持ちでない方は富士屋のオートマルチストリッパー PP707A-200 をプロストックで買おうね。あとなのに前説でございます。今週のおすすめでございます。まずは山下洋介の風雲ジャズ帳。音楽の友社から1975年10月15日発刊の風雲ジャズ帳をご紹介します。作者の山下洋介は日本を代表するジャズピアニストです。この本は彼の愛するジャズへの思いを綴ったエッセイと対談で構成されています。エッセイもとにかく魅力的なのですが、三上寛や筒井康隆との対談など見どころ満載の一冊です。手に入ったらラッキーです。続きましてはゲルハルト・ヘルムの古代ヨーロッパ先住民族ケルト人です。作者のゲルハルト・ヘルムはドイツのジャーナリストでライターでもあります。1931年4月26日生まれ、現在91歳でございます。この本古代ヨーロッパ先住民族ケルト人は1999年1月25日川出書房新社から発刊されましたが、現在増刷の予定がないようですので、古本で見つけたらぜひゲットでございます。ケルト民族の大移動、戦い、そして歴史の痕跡から打ち出す大胆な仮説が見どころの名著です。最後は CQ 出版社のトランジスタ技術2022年5月号です。1964年10月創刊のトランジスタ技術は巣鴨の CQ 出版社が発刊する電子工学専門月刊誌です。毎月10日発売、多くの電子工学系の雑誌が廃刊する中、真空管時代から現在まで発刊されている電子技術関連の月刊誌、トランジスタ技術は奇跡の本でもあります。素晴らしい。読者層はプロもアマチュアもいて、この歴史の本ですから下は10代から上は70代と超熱いんです。夫婦と熱いんです。ちなみに
2022年5月号はラズパイピコ、マイコン、ガチ、制作集でございました。畑が違う方もぜひ一度お手に取ってみてはいかがでしょう。 BGM は江口信弘さんの明日晴れるやでした。今週もいろいろなものをお勧めさせていただきました。ありがとうございました。あなたの今週がハッピーでありますように。カタキンでした。バイバイ。